皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回もコウペンちゃん花丸日和やっていきたいと思います。新イベントが始まったようなので早速遊んでいきたいと思います。タッチスタート。あ、そうそうそう、なんかね、これいつからなんだろう、今日朝起きた時から通信エラーがね多発してるんですよね。でもこれはいよね、連続すればなんとか進めるから気にせずやってるんだけど、結構ひどいな、結構ひどいな。あれ、まずいまずい、行かなくなった。あ、よかったよかったね。何が起きてるんでしょうか。ちょっとした通信障害がね起きてるみたい。これ皆さんのところもこうなってるのかな、どうなんだろう。まあまあまあいいか、一応プレイはこのようにできるから。で、今ねついに始まりましたね、コウペンちゃんクローバー集めダメだなダメだな連打しとけばいいかな。あ、いけたいけた。おほほほほ、すごい、見てください、マーチングコウペンちゃん、一人につき四つ葉クローバー500個ももらえる。もう2000個も貯まりました。今ね土曜日の、朝なんですよね。朝からすごく元気ですよ。コウペンちゃんクローバー集め、17日から26日までねやってるみたい。で今のところ2000だから、とりあえずまずはこの4000のゴルフクラブセット1をね、ゲットするところを目標として頑張っております。今回も感想は3万5000で、ゴルフクラブセットが合計4つもらえる、今までと同じパターンですね。わあ、かわいい。でね、あー、よしよしよし、一応僕はアルバム開くのにも一苦労だ。一応ほら見てください、ゴルファーコウペンちゃん来てくれましたよ。何するにしてもこうなっちゃうんだね。ゴルフを始めてみた、コウペンちゃん。かわいい。来た回数2回ですね。へぇー、かわいい、手振ってるな。コウペンちゃんゴルフできるのかな。あ、まずはじゃあお話しする前にこれね。あのね、今回のこれ攻略法なんですけども、基本的には、まあレモンティーがね、ポイント、15ポイント帯の、料理だからこれを作ってればコウペンちゃん、ゴルファーコウペンちゃんは来てくれると思うんですけど、結構確率が低いんですよね。だからね、結構運任せになっちゃうと思うから、鬼は僕こんな感じで今2個花セット作ってるんですよね。で2個花セットプラスこの右上のねクーラーボックス、このクーラーボックスを置くことによって、この今もう来てくれてるんですけど、マーチングコウペンちゃんが確定なのかな、確定かどうかはちょっとわかんないんですけど、かなりの高確率で来てくれてるんですよね。で、このマーチングコウペンちゃん、先ほども見てね、分かった通り、一人につき、なんとなんと500ももらえてしまうから、ゴルファーコウペンちゃんをね、呼ぶっていうよりは、こっち、マーチングコウペンちゃんをね、目的として、ニコ花セットを作りまくるのがいいのかな、なんて思っております。このクーラーボックスもね、以前は金花丸200個ぐらいかなで交換だったんですけど、今は普通の花丸で買えるようになってるから、誰でもね購入できると思うので、ぜひねこの方法がいいのかななんて思っております。マーチングコウペンちゃん元気を送るよ、ありがとう。おーおこれもうみんなのところもなってるんだろうか、これ気になるな。僕の端末がおかしいだけなのかな、わからないですけど。そう、こんな感じで僕は今イベント満喫しております。いやー、かわいいね、本当にかわいいな。で、ポストは、ポスト開くのにも通信エラー、マーチングコウペンちゃん。いやー、ゴルファーはやっぱり来てないですね。ゴルフのコウペンちゃんなかなか来ないんだよね。あれ、受け取り履歴をしちゃったか。そう、ゴルファーコウペンちゃんはなかなか来てくれないから、宝物を受け取るのにも一苦労ですね、きっとこれは。あ、でもそっかそっか、あれだ。ゴルフクラブセットを置くことによって多分確定で来るから、そんな難しいお話でもないのかな。
とりあえずゴルフクラブセットをゲットするまではこの方法がいいって感じですかね。うん、楽しんでいきましょう。コウペンちゃんと一緒にね、今回はゴルフを一緒に楽しんでいきましょうね。ああ、うん。この動画を見てもらうってやつもちょこちょこ押していきましょう。僕自身はね、ゴルフは正直やったことないんですよね。一回ね、友達に誘われて、打ちっぱなしっていうんですか？ひたすら打つやつ。あれはね、一回だけやったことあるんですけど、もう本格的なコースをね、回ったりするようなゴルフっていうのは全然やったことないですね。ないない。あ、あれですね。パターゴルフはね、昔から、しょっちゅうやってましたね。うん、数年前にもね、ラウンド1ありますよね、ラウンド1。行った時に、スポッチャのところでパターゴルフあったから、久しぶりにやったけど、やっぱり楽しいなって思いましたね、パターゴルフ。うん、コウペンちゃん以下ですよ。もうやってることが子供ですね。パターゴルフでさえ面白くて。ああ、ラウンド1行きたいですね。もう久しく行ってないな。ラウンド1ってね、ボーリングできたり、もうスポッチャがね、何より楽しいですよね。もうカラオケ、ダーツ、ビリヤードはもちろんのこと、サッカーとかね、あとなんだ、テニスとかバドミントン、バスケとか、何のスポーツでも、できちゃうんですよね。それプラスゲームセンターまでね、普段だったら100円かかるところがタダでできたりとか、もう至れり尽くせりのもう最高のスポットですね。僕からすればもう1日入れちゃいますね。1日じゃ足りないぐらいかな。よくね、学生の頃は夜のフリータイムみたいな感じでね、深夜のそのスポッチャよく行ってましたよ。うん、深夜だとやっぱり人が少ないから、穴場ですよね。お子さんが入るような、ボール、カラーボールがいっぱい置いてあるような、ああいうお子様エリアみたいなところも入り放題でね、よくボールの、プールみたいなところで遊んでましたね。結構イメージが崩れちゃうかとは思うんですけど。そうそうそう、結構子供っぽいからね、僕も、もう皆さんお気づきかとは思うんですけども。スポッチャ。てか、ラウンド1行きたいなー。でもちょっとね、最近はまあ、コロナがあるからね、ああいう密室ですからね、密になってしまうし、控えておりますが、もう少しコロナね、落ち着いてきたら、行きたいなと思います。コウペンちゃん連れて、ね、やりたいな。ビリヤードとか、玉の代わりにさ、コウペンちゃん置いたりしたら、お供のコウペンちゃん置いたりしたら、可愛い気がする。絵的にね。そんな動画もね、スポッチャ来ましたっていう動画も撮りたいな、いずれ。需要あるかは置いといて、可愛いことをいろいろやりたいからね。まあ、ゴルフの話から全然逸れちゃったけど、で、花丸日和の話とも違ったけど、とりあえず今はこんな感じでイベント始まったので、皆さんもね、楽しんで、イベント完走を目指して頑張っていきましょう。これぐらいかな。で、今朝ね、ツイッターとか見てたら、トレバでもまた、可愛いコウペンちゃんのぬいぐるみがね、出てて、というか出るのかな、今度。なんか、なんだっけ、頭にパン乗せてるコウペンちゃんね。きっとあれ多分、おっきいコウペンちゃんだと思うんだよね。コウペンちゃんカフェの相席コウペンちゃん並みに大きなコウペンちゃんだと思うから、あれはね、ちょっと、欲しいなって思っちゃったから、またトレバ挑戦したいなって思います。で、コウペンちゃんの新しいグッズもね、出たから、もう楽しみ。キャンプのね、ソロキャンプのコウペンちゃんとか、ベッドに、3人揃って、寝てるコウペンちゃんとかね、もう個人的にツボだったから、もう即買いですよ、即買い。あー、楽しみ。もう最近ね、なんかそういう楽しいことが多かったから、嬉しいですね。嬉しいです。今日もね、今からね、なんていうの、地元のお友達とご飯食べに行くんですよね。もう大好きなラーメンですよ。二郎系のね、もやしがいっぱい入ってるやつ、こってりしたやつ、油ギトギト。そういうラーメン大好きだからね、今日も食べに行ってきますよ。コウペンちゃんの LINE スタンプでね、ラーメン食べるってやつありますけども、あんな感じでね、コウペンちゃんと一緒に美味しくいただいていきたいと思うので、皆さんも3連休、の初日ですけどもね、素敵な3連休を過ごしてください。じゃあ、まあ、あと今ね、台風がちょうど今来てますからね、くれぐれも気をつけてくださいね。
安全な場所でコウペンちゃんと遊んでください。それではそれでは今回の動画これで終わりにしようかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。感想を目指して一緒に楽しんでいきましょう。それではね、また他の動画でお会いしましょう。